出てくる名前はみんながなです。姉の3人の子供の桃子10歳、みのる5歳、むねお3歳と公園で遊んでいたら、ご近所の A さんも子供と遊びに来た。A さんと立ち話してたら、突然、みのるとむねおが公園の出入り口の方へ走り出した。2人の進行方向に桃子がいたので、みの、むね、そっちは危ないからダメだよ。桃、止めて。と言いながら走り寄り、二人を抱え上げた。外出ちゃ危ないでしょ、と、男児二人に横言を言っていると、横から A さんが、その名前、虐待じゃないの?と言ってきた。今時っぽくないからかな?と一瞬思ったけど、言われてみれば、三人のこと、肉の部位で呼んでた。でも、それが本名じゃないし、と A さんに説明したけど、いじめに遭う可能性が少しでもあるなら、本当にこう思うのなら積んでやるべき。名付けが軽率すぎと叱られた。私の子&私が名付けたわけじゃないけど、反論するとまた面倒そうなのでやめておいた。姉は普段遠方に住んでるし、ただ A さんのこの名前がラムちゃんだったことについて、くらい突っ込んでおけばよかったなぁと後悔してる。 A さんの話は賛同できる部分もあるけど、お前が言うなと思うし、誰かに説教しちゃうあたりほんとすれたい。